はい、お疲れ様です。ハポナカです。今日はこれね、もう以前から買って持っとってんけど、ずーっとこれもう出すの忘れとって、今日ちょっと開けます。今日これ開封してんのはこの日産キャラバンのルームランプ、ルームランプがちょっとこれぼんやりした玉やから、これを LED に変えようと思ってこれ購入しました。これヤフオクで買いました。何倍だったかな、1000何倍ぐらいやったかな、2000ぐらいで買いました。なんか入れ物はごつ上等ですね。結構なんかいい感じの箱に入った感じで、んで、販売してる会社が三四郎市場やって、かっこいいな名前。あ、でもメイドインチャイナ、まあメイドインチャイナ、まあでもここにちゃんと適合車種、日産キャラバン NV350E26系、多分これ350と多分一緒だと思うねやんか、なんとなくぼんやり見とったらっていうことで、これを今日つけたいなと思います。お、結構いい感じで入ってる。ちょっとほんだら開けてみます。これは一番前のとこですね。一番前じゃないかな。これ、後ろに行こうかな。ちょっとわからんけど、まずこれがあります。あ、これ真ん中と後ろのやつですね。はい。これと、で、これが一番前かな。一番前に取り付ける電気です。ほんでから、あとこれがあって、これがちょっとどこかまだ分かりかねるけど、後ろこんなんなってる。こんなんあったっけ。これとあと、この辺の電球が4つついてます。これ素手で触ってもよかったかな。一応説明書もすごい詳しくあります。あ、これ、なんか、一番前の運転席、これキャラバンちゃうな。トヨタって書いてるな。なんでやろ。ちょっと写真が、キャラバンじゃないねんけど、まあでもキャラバン用って書いてるから、大丈夫か。まあまあ、こんなん見んでも、大体取り付けできるんで、やっていきたいと思います。いいんやけど、ここは、このなんか付属の、この、ヘラみたいなやつで、外しますって言うけど、これの使い方がいまいち分かってない。こうでいいかな。グッと取れた。あ、ここはもう電球ですね。電球、これどうやって電球はまってんだよ。これはあれか、両面テープいらんのかな。よし、やらかしてしまいました。今日はこの後ろのルームランプを、この後ろのルームランプ 1,2,3 個と一番前のこのルームランプの、交換 LED 化をしてたんやけど、ここのルームランプの交換の時に多分なんかヒューズが飛んでしまったみたいなんですよ。ヒューズが飛んだみたいで、ちょっとつかなくなってしまって、ほんで、後ろもつかへんようになってしまって、はい。後ろのルームランプもちょっとつかへんようになったから、ま、言ったらこれ、とりあえずヒューズ交換に、ヒューズ交換したいんで、とりあえずオートバックスにヒューズ買いに行きます。ちょっとキャラバンのヒューズがどこにあるかわからんねんけど、とりあえず、オートバックスに行きます。もう、泣く。よっしゃ。じゃあね、ちょっとオートバックス行きます。マイチングやな、これ。ヒューズ台が。そもそもこのキャラバン、ヒューズがどこにあるかもわからへんから、ちょっと、調べなあかんねんけど、まあまあ、ヒューズの場所とかも覚えとかなあかんから、まあ、ちょうどよくはないけど。あーもう、びっくりした。なんか、パチンってはまって、なんとかついたわと思って、ほんで、
スイッチオンオフしてもつかへんから、あ、逆なんかなと思って、逆にし直ししてもつかへんから、あれと思って、ほんで後ろの電気つくか確認行ったら切れつかへんから、あ、もう俺の経験から考えて多分ヒューズが切れたなと思ってヒューズ買いに行って、はそんなんなんこれ。まあ多分ヒューズボックスなんかはなんかこの辺にありそうかな、この辺かどの辺の、まあちょっと説明書見て、はい、確認してヒューズ買います。多分ご丁寧にルームランプって書いてると思うから、はあ、もうせっかくもなんか順調にいっとって、一番後ろももうなんかあのこのヘラみたいなの使うんでもうパチンって取れるから、あーもう簡単や簡単やと思ってやってしとったのに、ちょっとトラブルが発生しました。ルームランプ取り付けてトラブルです。なかなかない、なかなかないなんで2回言うた。ちょっとこっからでも入れんねんけど、後ろちょっと車入ってきたんで、ここの信号曲がって裏から入ります。よいちょよいちょ、よしよしよし、はい、ありがとう、よいしょ。じゃあちょっとキャラバンの、はい、ヒューズの場所を確認します。説明書、もう何かあったら説明書、ね、とりあえずヒューズ系って大体後ろやから、後ろから後ろから見ます。後ろからヒューズ、あ、やっぱりグローブボックスの奥にあるみたいですね。運転席があって、ここですね、グローブボックス、ここグローブは入れてないけどグローブボックスの奥にあるということで、これをまずほんだら外していきます。グローブボックスはまず上にグッと上げて、ほんで外してくださいみたいな感じで、あ、外れた、あ、外れた、簡単に外れた、あ、簡単に外れた、簡単すぎるな。ここに、はい、ヒューズボックスがここにあります。もう簡単です。グローブボックスをもうボコンって上にガバッと上げて、ここに噛んでるんかな、ここに噛んでる爪を外して、ほんでここに左右になんかポチって出てるやつがあるんで、それをカッて外したら簡単に外れました。なんかもう5秒もかからんて外れました。ということで、ここにヒューズがあります。ヒューズがあるんですけど、どのヒューズがルームランプかっていうのは、ここに縦の20アンペアと15アンペアがあるから、これで間違いないですね。ということはルームランプは20の上のこれですね、この子ですね。はい、つまむやつとかついてないんかな、なんか普通ついてんのにな、あ、これか、つまむやつ、これが多分つまむやつですね。これを外すとこうやってあのヒューズがつまむ、あのヒューズつまみがついてます。このヒューズつまみでこの2番目のところ、ここ、この子にちょっと差し込みます。こんな感じで差し込んで、これを抜くとヒューズが取れます、簡単に。切れてますね、これヒューズ切れてるんですよ、わかります？この真ん中のなんかあのプチンって切れてるでしょ、これね、切れてないやつちょっとお見せします。下が切れてないやつです。ほんで上が切れてるヒューズです。この真ん中のなんかあのウニュウニュってなったところ、なんか V みたいになってると思うねんけど、これが切れてる方は右側がもう切れてますよね。こんな感じでショートして切れてしまったヒューズです。はい、これを新しいのに交換したらルームランプがつくはずです。多分これ間違いないです、もうヒューズ切れてるんで。じゃあこの切れたヒューズを新しいのに交換したいと思います。これ 20アンペアの上の2個外したんで、ここを外したところにはめ込みます。よし、まず1個はめ込みました。ほんでこの予備ですね、この左側にあるやつが、これが予備になってるんで、わざわざオートバックスに買いに来なくても大丈夫なんですけど、まあまあまたバカなことしそうなんで、もう今日10アンペアのこのヒューズ買っときます、一応予備で。ここにはめ込みます、グッと OK。 じゃあね、今ヒューズボックス付け替えたんで、これがつくかちょっと点灯してみます。落ちたら、あ、ついたついた、左側はつきましたね。あれ、右側つけへんっていうことは、
これは逆向きっていうことなんですよ。だからこれをまた外して、付け替えな、ダメということで。じゃあこの左側はもうついてるんで、これ両面テープではめるんかな。グッと。いや、両面テープで別に貼るほどでもないか。ここにグッと、ここにはまるんで、あとこっちがこう向きということですね。この入れ方が難しくて、なんかどうやって入れるのかなと思って。慣れては来たけど、つけたら消えるというマジック。あ、これうまくできそう。よし、オッケー、行きました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 。ちょっと歪んでる、ちょっと歪んでる、ちょっと歪んでる。オッケー、なんか歪んでる、なんか歪んでるんやけどな。よっしゃ、これつけんの俺もう2時間ぐらいかかってんで。 OK です。じゃああとはこれを取り付けて完了です。こうかな。よっしゃ、できた。OK です。じゃあね、とりあえずオートバックスに10アンペアのヒューズだけちょっと予備で買っときます。よかった。はい、じゃあね、この10アンペアのヒューズ買ってきました。このヒューズは商品名は読み方合ってるのかな、セーヒクヒューズセットです。セーヒクヒューズっていう商品名らしいです。これ読み方どうやって読むやろう。低い性ヒューズが、商品名です。はい。んで、これ10アンペアばっかり入ったやつが売り切れとったから、このなんか、お菓子みたいにアソートになったやつ買いました。なんか、10アンペア以外にも15とか 7.5 とか、5アンペアの、アソートの、低性、シューズを買いました。350円ぐらいやった。これなぁ、もうほんまあるあるやけど、レジ並んどったら、結構レジ渋滞しとったんやんか。ほんなら、レジの、もうこの前、レジ前市場なんての、ここのスーパーオートバックスは、レジの前に、こうなんか棚があって、そこになんかちょっと、これも買ったらみたいなおすすめ商品が置いてんやんか。99円とか、なんかもう250円とかで。ほんで、俺、この滑らないこのマットが好きやねんやんか。これが好きで。ほんで、これ前買ったばっかりやねんけど、これ99円で売っとったから、うわどうしようかなと思いながらもまた買ってしまいました。これね、おすすめですよ。これいろんなところにポンと置いて、まあ携帯とかなんか置いとったら滑らへんから、この滑り止めシート、これめっちゃ便利です。ほんまに。このね、この滑り止めシート、まあ例えばこれちょっとキャラバンここブニブニュってなってんだけど、こんなところにポーンって置いて、ほんでこの上になんか携帯とかポンと置いとっても、ちょっとこれだからキャラバンはちょっとプニプニってなってんだけど、こんな感じで、結構これ便利なんですよ。これこんな感じで。これね、これ結構便利滑らないシート。なんか、100均の滑らないシートもあるんやけど、これはめっちゃいい。これもうスーパーオートバックス、オートバックス売ってると思うんだけど、これはめっちゃいいから、ほんで、まあ、自分は、キャラバンのここにこんな感じで置いてます。こんな感じで置いてまーす。はい。というわけで、はい。ルームランプも無事交換終わりましたんで、今日はこれで終わりたいと思います。